マーカスアイランド。マーカスアイランドは、アメリカ海軍の護衛空母。カサブランカ級航空母艦の23番艦。艦名は、南鳥島、英名マーカスアイランドにちなんで命名された。艦は1943年9月15日に、合衆国会議委員会の契約ゲワシントン州、バンクーバーのカイザー造船所でカナルクベ米として、寄港する。 1943年11月6日に、マーカスアイランドと改名され、1943年12月16日に、SL ラハッシュ婦人によって浸水する。1944年1月26日に、オレゴン州アストリアで海軍に引き渡され、同日チャールズカイ・グレーバー艦長の指揮下収益する。西海岸沿岸での完熟訓練の後、 マーカスアイランドは5月19日から7月1日までの間、南太平洋方面のアメリカ軍基地に対する航空機の輸送任務に就いた。輸送任務の後、マーカスアイランドは第21混成飛行隊 VC-21 を乗せて7月20日にサンディエゴを出港し、8月24日にツラギ島に到着してパラオ攻略の準備を行った。マーカスアイランドは WD サンプル少々の第27空母軍機関となり、9月12日からペギリ,リュー攻略およびアンガール攻略の事前攻撃を開始した。9月15日に上陸作戦が開始された後、日本軍の必要な抵抗にさえ悩まされながらも10月2日までの間に多大な数の航空支援を行った。マーカスアイランドは10月4日にマヌス島に帰島し、 次のフィリピン奪回作戦の準備を行った。マーカスアイランドは第77.4任務軍に編入され、フェリックス・スタンプ少将を率いる第77.4 2任務軍、通称タフィニに加わった。10月12日、任務軍はマヌストを出撃し、10月18日にはレーテ島沖に到着と同時に空襲を開始した。以後の1週間、 マーカスアイランドの航空機は261カ所に及ぶ日本軍の施設や拠点への攻撃を呼び空中紹介任務を行った。10月25日の冷凍機械戦ではクリフトン・スプレーグ少将を率いる第77.43人務軍通称タフィさんがタタケオ中将を率いる日本艦隊の猛攻により一時危機に陥った。この日のマーカスアイランドの戦時日誌には ついた激しい活動を行ったと簡潔に記載されたが、第77.4。三人無軍を救うための戦闘機と攻撃機による、必要で、英雄的な活動は、最終的には栗田艦隊の0手腕突入の意図を、くじいた。マーカスアイランドの TBM アベンジャーのうちの一機は、従順洋艦チクマに魚雷を一本命中させ、最終的には、チクマを沈没にいたらしめた。 戦闘機は、戦艦や巡洋艦、駆逐艦に対して、機銃装作を繰り返した。午後に入り、マーカスアイランドの航空機は退却していく、栗田艦隊を追撃し、14発の命中弾を与え、そのうち魚雷1本と爆弾6発を、アガノガタ巡洋艦に命中させたと判断された。戦闘機は5機の日本機を撃墜した。翌10月26日、 マーカスアイランドの12機の航空機は、両艦の航空機と合同し、ビサヤン海において、レーテ島への輸送作戦から帰島中の軽巡洋艦、キヌと特築艦ナ波を発見。爆撃、ロケット弾攻撃及び機銃装者の末、2隻とも撃沈した。マーカスアイランドは10月30日に補給と整備を行うためフィリピン海域を後にして、2週間後には戻ってきた。 12月10日、マーカスアイランドは、ミンドロ島の戦いに参加するため、コッソル水道を出撃した。ミンドロ島攻略部隊は12月13日に、スリガオ海峡を通過。翌14日には、日本の戦闘機が姿を見せたが、すぐに撃墜した。12月15日、攻略部隊は、朝から、神風特別攻撃隊の攻撃にさらされた。 8時10分から9時30分までの間、特攻機は3隻の護衛空母に向かっていったものの、対空砲火によってすべて撃墜され命中しなかった。一機の特攻機は、対空砲火をかいくぐって、マーカスアイランドの右限資金に突入し、マーカスアイランドは勝破して、数名の死傷者を出したものの、作戦続行には死傷がなかった。12月23日、マーカスアイランドは、 マヌス島に帰島した。12月29日、マーカスアイランドは、ルソン島の戦いに加わって、リンガエワンに向かった。1945年1月5日、ミンダナオ海を航行中の艦隊は、神風特攻と特殊戦航艇,艇の洗礼を受けたが、駆逐艦が特殊戦航艇を体当たりによって、撃沈した。3日後、マーカスアイランドの戦闘機は、攻撃を仕掛けてきた4機の日本機を、 ドッグファイトの末に撃墜した。1月9日、陸上部隊はリンガエンワンに上陸し、マーカスアイランドの航空機は陸上攻撃と機銃装車で上陸部隊を援護した。また、リンガエンワン北方海域を航行中の2隻の沿岸貨物船を撃沈した。マーカスアイランドは1月17日までリンガエンワン近海で行動し、その後は サンバレス周辺岸部に対する上陸作戦を支援。2月5日、マーカスアイランドは、うるしい干渉に帰島。翌2月6日、サンプル少将は、マーカスアイランドから、事故の少機を撤収し、2日後の2月8日に、第24空母軍機関となって、スタンプ少将の少機を翻した。2月14日からは、第21混成飛行隊と、第87混成飛行隊。 VC-87 の訓練が行われ、3月4日に沖縄戦に備えた最終訓練のため、レーテ湾に移動して、3月7日に到着した。3月21日、マーカスアイランドはケラマ諸島を目指して、レーテ湾を出撃した。3月26日には、ケラマ諸島南方に到着して、以後4月29日までの間。 沖縄島に対する航空攻撃を行った。4月5日、第87混成飛行隊は、第1混成偵察部隊、ベコマイナス1と交代したが、両部隊の航空機は合計して1085回、出撃し、航空基地、砲台、物資集積場及び、各種拠点を破壊。また、戦闘機は11機の日本機を撃墜したほか、これとは別に、 地上攻撃で13機の日本機を破壊した。4月29日、マーカスアイランドは沖縄海域を去り、5月5日にグアムアプラ港に寄港して破損した空気を搭載してアメリカ本国に向かい、5月22日にサンディエゴに到着した。7月10日、マーカスアイランドは補充の航空機を搭載し、新珠湾及びグアムに向かった。輸送任務を終えて、 アラメダに到着したとき、戦争が終わった。戦争終了後、マーカスアイランドは、もう一度真珠湾とグアムに寄港した後、9月28日に沖縄に到着。ここで、福音兵を乗せたマーカスアイランドは、10月24日にサンフランシスコに到着した。以後、1946年1月末まで、マジックカーペット作戦の一環として、真珠湾及びアムと、 アメリカ本国の間を航行した。マーカス・アイランドは1月12日にサンディエゴを出港し、パナマ運河、ノーフォークを経由して2月2日ボストンに到着する。そのままボストンに泊まり1946年12月12日に退役し、大制を予備役艦隊入りする。1955年6月12日に K-77、護衛ヘリ空母に監視変更され、 1959年5月7日に、アクフ -27、貨物航空機運搬艦に、再び艦種変更された。マーカスアイランドは1 9 6 2年2月29日に、ボストンで、コマーケット社に売却された。マーカスアイランドは、第二次世界大戦の先行での4つの、従軍聖賞を受賞した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。